それではお時間をいただきまして、私どもの事業方針説明ということに移らせていただきます。もう総会ではありませんので、自由活発な意見交換の場になればと思いますし、ご質問は、最後にではありますが、どっか途中でこう分からないということがありましたら、手を挙げていただきました。そこも途中でもご説明をして、進めてまいりたいというふうに思います。で、ご発言の際はこの係の者がマイクをお持ちしますので、その場で、ご起立をいただいてご発言をお願いをいたします。それとお話の前に、こんな元気がないのか人が少ないのかというところでちょっと思い出したことがありまして、ずっと決算説明会を東京の KDDI ホールでやっておりまして、最初、2年目3年目ぐらいまで KDDI ホール、あれ多分100人近く入ると思うんですが、そこはもう満員で、機関投資家の方が加えていたことを思い出します。で、その、ように、当時我々どう注目を受けていたのかということで言えば、成長事業分野で中国で活発に、事業戦略を展開をしていくというチャレンジャーの姿が注目を呼んだんだと思います。で、私もなんか日経さんがやってるラジオ番組に生放送に出演をしたこともありました。というぐらいに、また注目を受けるような事業展開を目指して頑張りたいと思います。それじゃあ事業方針説明でございます。私どもの事業所、本社マックセンターというのが今堺、ここから車で20分のほどのところにマックセンターってあります。これは当時部品の加工しかやっていなかった、部品しか作っていなかったところに、ユニットとかちょっと装置のようなものの走りで、マニファクチャリングでアクセサリーズ&コンポーネントということで、そこでユニットを、これは実装機マウンターメーカー、パナソニックのようなところからユニットで受注をするようなことを、起点としてつけた事業所の名前で、ここは今本社であり、ゼオライトの研究開発もここで行っております。この2階で研究員がラボがありまして、そこで研究を行っておるところであります。で、泉工場、これ規模を縮小した2工場あったんですが、1箇所を売却をして、で1箇所、この今当時は泉第二工場というものだったんですが、ダイヤモンドワイヤーを開発をし生産をしている拠点であります。で、日本ノズル株式会社神戸西区にありました。今から16年前、創業80年の時に M&A で我々が経営権を取得した会社でありました。当時はあまり騒がれることもありませんでしたが、コロナの時にも大活躍をしまして、非常に国に貢献をしたということで、大臣から感謝状もいただき、大きな補助金を受けるということにもつながった、この最近一番話題になった事業であります。で、上海中村という拠点が中国の、これ2人だけでやってるんですが、ハブとして日本のものを中国へ売る、中国のものを日本へ仕入れるということを非常に効率的にやってる、2人だけで運営をしている拠点があります。はい。で、ずっと会社の遠隔なんですが、1954年、ちょうど私の生まれ年なんですが、中村茂が創業いたしまして、ミシンのこね地を作るようなところを本当にろくろ旋盤でというガレージからスタートをして、で、地域にベアリングの製造業が多かったんで、そこに対摩耗性という付加価値提案をして中村彫工を立ち上げをしました。残念ながら64歳で他界をいたしまして、私が32歳の時、ちょうど右上の写真がありますが、あれ私が32歳の時に、本当にこう町工場で、家内も一緒になって、
その後を引き継いで、ずっとこうチャレンジを続けてまいったわけであります。で、我々の一つの大きな起点、成長の起点になったのは、右の上から2番目になんかプリント基板があります。で、電子部品がチップ化をするということで、携帯、パソコン、いろんなモバイルが生まれて、ロームさんとか村田製作所という会社が成長していった頃に、我々はその部品を搬送するノズルをダイヤモンドで作って提案をしたと。で、これがどん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 売れて、累計100億円を、記録するぐらい長期間、大量に売れたということがございました。で、その後いろいろあるんですが、我々が2015年に上場するきっかけになったのは、ダイヤモンドワイヤーの研究開発、これを大阪大学、大阪公立大学と一緒に行った。で、当時このダイヤモンドワイヤーを作るというのは、ダイヤの粉をニッケルメッキするんですが、メッキをする技術は我々全くありませんでした。 でもじゃあメッキをするという技術と、高速で当時毎分速2メーターでゆっくりしか作れなかったものを、今100メーターで作れる装置技術持ってますが、そういったもので産学連携が始まった最初がダイヤモンドワイヤーでありました。で、右のちょっと、ほぼ真ん中になんかちょっと四角い装置のようなものがありますが、あれがマイクロリアクターと呼ばれるもので、化学反応を大きく変えるものです。で、今までフラスコやビーカーで、混ぜて振ってということを流れの中で行うというのが、あのマイクロリアクター、実はシステムです。あれで実は今タンパクを作り始めております。で粉、ちょっとこんもりの粉、白い粉、あれがゼオライトを象徴しておりますが、東京大学と一緒に8年前から研究開発をして、パテントも取った世界オンリーワンの材料です。で、これが、今期2000万円の売上計画ですが、多分将来の事業の軸になるであろうということで、ただ2030年にはまだ10億円程度しか見込んでおりませんが、粉のビジネスというのは一度火がつくと非常に展開が持続的に大きくなるということを期待をしております。こういったことで大きな流れがあって、途中から産学連携研究開発で新たな事業を起こすということをやってきて、今は何かっていうと、その主力事業で起こしたものの後処理に追われて、株価も事業状況も皆様に ご迷惑をおかけしているという状況であります。はい。で、4つの事業、特殊精密機事業、これが素業であります。工作機械、半導体、産業機械で、化学繊維防止ノズルっていうのが日本ノズルで行っている繊維の事業で、左下ダイヤ D ネクスト、ダイヤモンドワイヤーのネクストです。で、ダイヤモンドワイヤー、太陽電池の次に何をやるんだということでネーミングをしました。 D ネクスト事業、リカバリー事業で、今期は4億円、ゼロだったもの、ほとんどゼロに近かったダイヤモンドワイヤーが今期4億円まで売れていくということになります。で、マテリアルサイエンス事業というのはナノサイズゼオライトで、マテリアルサイエンスとつけたのは、ゼオライトだけではなくタンパクもやるから、マテリアルを総合的にやって、そこを成長させていきます。はい。で、それぞれの事業なんですが、あまりここに時間を費やしたくはありません。特殊精密機事業というのは素業であり、対摩耗というのが我々の一つの兆候を対摩耗にということで、創業者はベアリングメーカー、下に真ん中にあります。で、それが車に使われたりとか、いろんなもので我々の成長のエンジンになりました。で、実装機用ノズルっていうのが電子部品のということなんですが、今あそこを、半導体業界に、特に今ソニーとか TSMC はまだですが、今先月もソニーに行ってきました。ソニーの熊本ですね。で、そういったところで我々のこの今まで電子部品だったものを、今度は、半導体素子をチップ&プレースをするということで、チップレットという技術とかも含めて対応していこうと考えております。はい。
で、この化学繊維を防止ノズル事業、日本ノズルの事業は日本で初めて化学繊維を作るためのノズルパックのようなものを作った会社、もう創業から今96年です。で、80年から我々が経営させていただいておりますが、こういう化学繊維を防止ノズルの、その不織布で言えばマスクで、それと炭素繊維が今非常に受注が活発で1年以上の中断を抱えております。中国では車に使われ始めました。で、ボーイングって、飛行機にも使われたり、一番今多く使われているのは風力発電の羽根です。で、特に日本ノズルが作る炭素繊維の品質は極めて高いということで、今も受注が一番大きいところです。はい。で、リネクスト事業、これダイヤモンドワイヤーのそもそも左の下にあるように、細いピアノ線にダイヤモンドの粉がいかに均一に、いかに硬く強固についているかということのテクノロジーが、我々が世界でナンバーワンの技術であります。で、それを装置にしたものが右の PHX というもので、これ確かにこれをインドに、今引き合い上は何十台という引き合いはあるんですが、売れるか売れないかは分かりません。それはインドのことですんで。で、これが、ただ我々のこれ以外に中国の技術以外でこういう装置を世の中で買おうと思ったら、日本の中村彫工しかもうありません。世界のダイヤモンドワイヤーメーカーはもう全部撤退をしてしまいました。それぐらい中国がなんか強引なことをやったということで、我々は世界で最高の性能を持った装置を売ることはできます。これはワイヤーのビジネスと実はなんかこう、相反するようなことはありません。我々が作るワイヤーという非常に耐久性の高いワイヤーはこの装置では作りません。これはもう太陽電池、安物の、ダイヤモンドワイヤーをいかに早く効率的に作るかということで、基本インド向けだと思っておりますが、これは売れる状態ではありますので、待っていたいというふうに思います。はい。で、これ我々の技術の優れたところ、国内に先行最大手がありますが、それよりも優れているというユーザー結果が今相次いでおります。何かっていうと、我々が開発をした独自の、ダイヤモンドの付け方、マルチターン方式というものを我々はパテントを持っております。そのマルチターンで、ゆっくりつける。で、なおかつ我々が独自に開発をした分散液、これケミカルの商品ですが、それによって我々の作ったダイヤモンドワイヤーはどこのものよりも耐久性が高い。だから同じ1メーターのダイヤモンドワイヤーで切れる長さが長い、加工量が大きいというのがお客様評価で、今国内で大手メーカーのシェアをひっくり返していってるところです。それによって、それは前年度の成果でしたので、今年度は黒字化をするということの背景になっております。はい。で、ゼオライトですが、ゼオライトというのは白い粉で、で、基本はもう世の中ですでにたくさん使われております。石油を、生成をする現場では東総という会社のものをたくさん使われておりますし、福島でセシウムを吸着するということでは、今レゾナックですが、ユニオン昭和というところのゼオライトを大量に使っています。それはみんなちょっと粒の大きなミクロンサイズです。で、我々のものはそれの直径が100分の1ぐらいの50から100ナノメートルで、それぐらいちっちゃいものを作る技術を開発をして、これでパテントを取りましたんで、我々と東京大学が保有しているそのパテントは他社が侵すことができませんし、で、その材は我々が世界でオンリーワンの材料です。で、オンリーワンの材料だからこそ使ったことがないと。で、使ってどうかっていうのを確かめるために、いろんな確認とか評価をされているのが、ちょっと思ったよりも時間かかったなというので、来年から、
使われるボリュームが増えていくというふうに考えております。はい、でじゃあどんなとこにっていうのが、このゼオライトの使われるところ、風刺材というのが一つ、これは半導体、電子基板、車の中のそれポッティング材といいまして、車の中の電子機器が外部からの影響を受けないための材、そのために湿気を吸着するゼオライトをふんだんに入れて、これがいいということは接着剤メーカーとティア1の間で確認できてますが、カーメーカーの承認を得ないといけないというところに今至っております。であとは塗料接着剤、これは塗料の表面に、こういう材があることによって硬い接着層ができるとか被膜ができる、で場合によってそこに抗菌性を持たせて抗菌塗料もできるということが確認されて、一部採用が医療機器用で決まったりしております。で右下は透明フィルムで、これは食品を包むものということでいうと、食品から出てくる硫化水素のような有毒なガスとか風味を損ねるもので、それと中にある例えば薬は湿気を吸うと賞味期限がというか消費期限ですかね、でそれが短いので、ここのフィルムに湿気を吸着する機能を持たせておけば3ヶ月だったものが半年持ちますとか、そういうものになります。でコスメケアっていうのは実はもう一部歯磨きでは採用が始まりまして、今年から今増えていきます。歯磨きをされる方は色素が沈着をしないというのが歯磨きの一つの目的であり、すでにゼオライトが入っておりました。でしかしミクロンのちょっと大きなものなんで、あんまりたくさん入れたら歯を削ってしまう。でも入れたら色素の沈着を抑えるということで少ししか入っていなかった。でそれが我々のゼオライト、300ナノぐらいのちょっと小粒の中でちょっと大きめですが、それをたくさん入れても歯を削るという効果はない、しかも色素の沈着を抑えるということで使うお客様が増えてきているのが歯磨き。それとコスメティックで言えば温感でクレンジングを行うとか、もしくはガスを吸着しますんで、ドライシャンプーというのが例えば医療の現場で必要になりますが、そのドライシャンプーの中にこの粉を入れてあげると、頭皮から出てくる嫌な匂いとかを吸着してくれると、いわゆる大人臭ですね。で、そんな効果もあります。はい、で成長戦略を申し上げます。我々は今2024年3月期、新規事業でっていうのは今ダイヤモンドワイヤーがちょっと売れ始めたというところが今年の3月期でありました。で既存事業が高機能機器事業、先ほど常務が言いました既存収益事業は特殊精密機器事業と日本ノズルの化学繊維防止ノズル事業、これは着実に右肩上がっていきます。ただ大きく伸びていくのがD-NEXT ですから、ダイヤモンドワイヤーの販売、これは去年から今年でいうともう毎月上がっていってますんで、多分3倍とか4倍とかなると思いますし、ゼオライトも来年から積み上がっていく。でこれが一定のレベルのところで逆転をするぐらいに新規事業の比率がどっかで高くなる。これが本来中村長らしい成長パターンであり、そこに行った時にはもうしっかりと IR をして、収益も上げてということをアピールしていきたいと思っております。はい、で今期でありますが、上期が15億5000万で、通期で33億、去年24億で着地をしてしまいましたんで33億円、基本的にやっぱりまだ中国経済悪化の影響を受けているということと、半導体もまだ本調子じゃないということを織り込んで、一定のコンサバな数字といたしました。で営業利益は上期は2000万円の赤字
で通期で1億1000万円の黒字、経常利益は上期は3000万円の赤字、通期は8000万円の黒字で、純利益に関しては上期は7000万円の赤字、通期で2000万円の黒字で、やはりまだ、混乱の残る中で、やはり今は4つの事業がありますが、2つの事業が赤字から黒字に今戻って、で3億以上の赤字を出してたものがほぼほぼゼロぐらいになって、でまだ赤字だけれども赤字幅が縮小をしていくのが、ナノサイズゼオライトであってということで、2事業黒字、1つがほぼゼロ、1つが赤字という状況での、業績予想ということになっております。はい。で、特選付き事業の前と今、ここはあんまり時間をかけたくはありません。直前期には結局は一生懸命やりました。で一生懸命やりましたけれども、結局は中国の悪影響というものがもうあまりに大きく、一定の成果はあったものの、ベアリング半導体がともに低調であったということ。ただ成果は何があったかっていうと、新たなカーメーカーさんとの取引が始まったとか、大手のベアリングメーカーさん、例えば北陸の方のメーカーさんずっと取引がなかった、もしくは三重県のメーカーさんもずっと取引なかったところが開拓できたというところが積み上がってはいても、それでも全体があまりにも大きな負の影響を受けてしまったということで、対前年比1億円売上が下がって、1100万円の赤字を出してしまったと。もともと赤字が出るような体質の事業ではなかったんですが、赤字を出したということになります。はい。で今期ですけれども、今期の取り組みは特に2つ1、2って書いてありますが、新しい新規顧客、さっきソニーという話をしましたが、ソニー以外の半導体メーカーも含めて、昔我々が、電子部品実装でノズルを 開発したように、今コレットというものを開発をいたしました。でこれを、評価をしていただいて一部採用になっていっているというところで、この影響で、それと、新たなお客様、新たなお客様からのアイテム、これによって8億5000万円をこれはもう絶対死守するという思いで計画を立てました。前年対比でいうと 18.8% 増ということで計画をしております。はい。化学専用母子ノズル事業でありますけれども、これがやっぱり何が厳しかったのかということでいうと、好調だったのは炭素繊維の受注はずっと続いております。だからそこは中山がどんどん積み上がりますけれども、不織布関連ノズル、これマスク需要が想定より早く落ちてしまったということと、例えば中国においては外食産業が全く動かなかったんで、そこのお手拭きに使われるような材料もあんまり作られなかったんで部品が売れなかったとか、例えばタバコのフィルター用のノズルもそうなんですが、そういったものを控えるようになった。だから生活そのものはわっとこう停滞を中国でしたということの影響を受けておりますし、日本、それと日本以外の国においても全体に需要が極端に落ち込んだということで、15億7000万円の売上、6億8000万円前年対比から落ちております。で前年大きな黒字を出しておりましたが、5500万円の赤字をということで、最近にしては珍しく赤字を出したというのが日本ノズルの状況でありました。はい。はい、どうぞ。今マイクみたいな。化学繊維防止ノズル、はい、社長は、はい、中国とおっしゃってますけど、はい、日本のマーケットはシェアは少ないんですよ。日本のマーケットでもシェアは少なくありませんが、日本のマーケットではボリュームゾーンというのではなくって、
特に炭素繊維とか、非常に高付加価値の繊維においては日本の大手メーカー様と取引が長くつながっておりますが、残念ながら一番ボリュームゾーンというのはやっぱり中国であって、ということの中国依存度が高かったということは確かであります。で、日本の中においてもこれから期待できるところは、航空宇宙産業とかさまざまなところで新たな炭素繊維が必要になってくるとか、いうことで、ただ中国が落ち込んだ分をカバーするということでは、今急ぎ営業が展開しているのはアメリカ、トルコ、こういったところで、まあ新規のお客様とか、需要で、これは円安の影響もありますんで、アメリカや海外においては今売りやすくなってきてということで、今期の戦略の中での立て直しは、中国から他の国への、まあ、シフトチェンジをするということであります。で、国内はじゃないのか、いや国内もありますし、かなり重要なところを我々は担っております。はい、やっぱりこういうのは特殊だと思うんですよ、はい、特殊だと思うんですよ。作るところはほとんど限られていると思うんですけど、はい、目と言いましょうか、穴が小さいだと思うんですけど、なぜコンペティター競合先にと、競合先もそんなにないと思うんですけど、私ポンノズルの会長をしておりますが、社長の藤原からちょっとお答えをさせます。おっしゃっているようにコンペティターって言われるか、世界でトップランナーとして行ってる会社っていうのはもう本当に5社、ドイツ、イタリア、日本で2社という形と中国の1部なぜですが、全体の繊維産業の中の 80% っていうものに関してはもう世界にたくさんノズルを作る会社はあります。で、何が違うかっていうと、一つの業態ではなくて2つの溶剤を混ぜて、ストレッチ素材であったりとか、形状記憶シャツであったりとか、こういうような特殊な合成といわれるもの、こういうものを作る設計ができたり、そのものをきちっと製品として作るということに関しては5社だと認識しています。だから全体の世界のパイの中で 20% をその5社で取り合っているというような状況でしたので、一つ前期のところで言いますと、さすがに不織布というところが本当に今社長の方からありましたように、食品のところで手を拭くっていうところの、どんどん、セブンイレブンでも本社長方は不織布というんでなくて、もう不織布はやっぱりもうコロナが終わりましたので、もうそういうマーケットはもう当然右下下がりに下がっていくと思うんですけど、先ほど言った繊維、はい、繊維やっぱ日本の技術ってすごいと思うんですよ、はい、で、T 台とかですね、はい、ああいったものっていうのがやっぱり設備も揃えられて、どういう設備か私は知りませんが、IR とかで見させていただいて、競争力もすごくついたと思うんです、はい、で今まで作れなかったものを作り出したと。そうですね、それに向けては今期きちっとした形で生産を作っていきますし、今の円安背景にですね、本当にアメリカのトップの技術を持たれたところからの受注もいただくことが出ていくと思いますし、飛行機が本当に復活すると、ボーイングはじめ飛行機生産量っていうのが増えてくると、私たちのトップ的な技術、これが生きてくるというふうに考えておりますので、今期はすみません、話を、炭素繊維だけではなくて樹脂、はい、コンパウンド、はい、一緒ですよね、コンパウンドの中で日本でも容器あるじゃないですか、はい、フィルム、はい、作ってるとこ容器あるじゃないですか、はい、ただフィルム業界も今期に関してはすごく低迷しておりまして、今のところであった壁紙であったりと、今おっしゃるように車の内装部分のところの修復であったりとか、こういうところで伸びていくところに関してはアンテナを強く張ってですね、受注活動を続けているという状況になります。特に複合素材と言われるものに関しては今期しっかりとした形で数字を出していこうと思います。はい、ありがとうございます。日本ノズルしかできないノズルというものを実は今作り始めておりまして、
この度第二工場に導入したフェムトビオレーザー加工設備ってありまして、これ他社が持っていないような微細な穴加工ができるものでありまして、これまで日本ノズルでも作れなかった、ちょうどその例えば Y 型繊維をパッとこう細い繊維を断面見たら Y 型になってるとか X 型になってるとか、でこれはまさにそういう簡単な用途ではなくて医療用途であったりとか、さまざまな応用分野でまた日本ノズルしかできないという用途も含めて開発してまいります。貴重なご意見ありがとうございます。はい、じゃあ続けます。で、はい、で今期でありますけれども、いやまさに台っていう台って今専門的な話で、我々はノズルは繊維しかやってませんでしたが、フィルム分野にも参入をします。フィルム用台です。でまさにフィルムを作る設備メーカーさんと取引がようやく始まったところで、それも今期から売り上げに加わってまいります。でまあ、炭素繊維はさっき、この風力発電用の弁というのよりもやはりもっと付加価値の高い航空、ボーイング787とか、こんなところ、それと、車にも使われていくということで期待をしております。で中国依存度を下げるということで20億円、まで、だから 27.3% を売上を回復するという計画にしております。はい、でダイヤモンドワイヤーはパワー半導体向けというところで、今国内政策でパワー半導体のものづくりは国内ですべしということが経済産業省から国の指針として出されております。ですから例えば SIC のウエハ作りを今海外から買ってたところも、もう国内で作るということのお客さんを見込んでおります。で我々は今ダイヤモンドワイヤーの販売が増えていっておりますが、これは前年の話であり、どんなものにっていうことで、去年の46から去年ですね、これは去年の4月6月から今年の1月3月までずっとダイヤモンドワイヤーが増えてきておりますが、これは損益分岐点にもう足らなかったということで、はい、次のページ。これは生産設備の方で、じゃあ次のページへ行きましょう。でダイヤモンドワイヤーの販売というところに関しては、製品力、我々は他社よりも耐久性が高い、でそれと我々は効率的に生産するので価格は下げはしませんが競争力がある、でそれと顧客のカスタマイズができる加工屋もやっておったということで、ダイヤモンドワイヤー事業の収益化を図ります。だから3億何千万円の赤字をもう少なくともゼロ以上に持っていきますというのが今期の計画になります。はい、はい、お願いします。Dネクスト事業でちょっと2つ聞きたいんですが、はい、まず SIC を加工するというか切ると思うんですけど、SIC の切り方っていろいろあると思うんですけど、その中でダイヤモンドワイヤーって本当に強いのかっていうことを言ってると、THX でしたっけ、確か世界最高の製品で、こちらは、太陽光パネルだと思うんですけども、インドに、前工程が来ないっていう話だと思うんですけども、それでいくと、そもそもなんでインドだけなのと、世界一の性能のものインド以外で売れないのかが一つ目 と、インドも去年は9社ターゲットがあるということですけど、今1社に絞ってるってなってっていう話と、前工程がインドに来ないっていうことは他から来てると思うんですけども、それ多分中国から来てるのかちょっとわからないんですが、中国に売れないようなものだったらですね、インドに前工程が来ても売れないんじゃないかなっていう素朴な疑問なんですけど、本当に PHX01 っていう出るんですかっていう、その大きく見てですかね。はい、ありがとうございます。非常に専門的なご理解がされているようで、 SIC 確かに今加工方法が3つあります。で3つの中で最も主力なのが有利塗流方式という最もローテクです。
最もローテクなのは何でかって効率が悪いから。でピアノ線を大量に使ってダイヤモンドスラリーというものを大量に使って大量の廃棄物を生みながら、まあ、しかし一番安定して切れるというのが有利取り方式。この有利取り方式というのは我々がダイヤモンドワイヤーで太陽電池を作るということを提案をする前は全部有利取り方式でありました。でもそれでコストが下がらなかったということでこの方式が採用されなかった。でしかし我々がそれを解決するワイヤーを開発をして世の中に販売をしたということと同じ道をたどると思います。今 SiC はあのダイヤモンドに次いで市場で最も硬い2番目に硬い材料です。でそれ以外でいうと窒化ケイ素とかガリウムナイトライドとかさまざま硬い材料がありますが、これはもうどん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 もうダイヤモンドワイヤーに置き換わっております。ですから開発に要する時間の問題だと思います。で SiC を今加工するテクノロジーは有利塗料以外に、まあ、ダイヤモンドワイヤーでも切れますが、このダイヤモンドワイヤーで切る場合の一つの問題点はダイヤモンドワイヤーが、まあ、減ってしまう。減ってしまうんで直径が細くなってウェハの厚みが揃わないとかいう耐久力不足であります。この耐久力を今改善をする手立てを取っておりまして、これがうまくいけばまた世の中のお客様の使い方がうまくいけばダイヤモンドワイヤーを使った方式に全てが変わると思いますが、まあ、そこまでどういうふうに時間がかかるのかというのはこれからであります。で我々はもうすでに SiC のウェハーを作る現場に今3社すでにワイヤーを収めております。でそこは両方の方式を使って今もう比較検証をしているところです。で我々のワイヤーが耐久力が高まっていけばまた装置の入れ替えということを含めてダイヤモンドワイヤーが採用されると思っております。でもう一つの方式がまあ、ディスコさんが出したようなレーザーでの加工方式ですが、これはイニシャルコストが数十億円、まあ十数億円とか、まあ、それと毎年のように大きな何と言いましょうか、消耗品のシステムの入れ替えがあったりしますから、これはかなり限定的なところが行われるということに今考えております。で SiC に関しては今 NEDO の研究開発を始めたところの企業さんとも一緒になりながら、ダイヤモンドワイヤーによって加工ができてコストが下がるということに取り組んでおります。ということで SiC に関しては今も売れておりますが、これから量を増やすために今努力をしているところであります。今すでに3社には販売をしております。で PHX ですが、まずインドに前工程が来ないのではなく、前工程が来るのが遅れているだけだと。で今中国で何が起こっているのかということでいうと、太陽電池のキャパシティと需要とのアンバランスが起きております。中国国内の生産能力は太陽光発電システムの、まあ、発電能力でいうと700ギガワット、これ原発1基がまあ大体1ギガとかそんなんですから、それぐらい毎年作れるような生産キャパシティがあります。でじゃあ国内需要はどれぐらい、もしくは海外に売るものの需要がどれぐらいかというと200ギガワットということは、需要と供給のアンバランスが起きて今太陽光発電のシステムの売り値がもう半値以下になってます。で中国の太陽光発電メーカーもどんどんリストラをしてっております。その論議という会社でさえもその世界一のところも1万人ぐらいもう首を切ったとか、まあ、そんな話になっている混乱期です。この混乱期に投資をするというよりもそこはもう漁夫の利を得るというのが多分インドの今の考え方で、だからまあその混乱期を終えて今度は自国で技術的に自立するまで、まあ、待とうというのが多分インドの戦略であろうと思います。それとなぜインドかというと、まあ、グローバルサウスの
まあ、彼らは米州でありますし、中国に代わって中国以外の中国の太陽電池を買えないところ全ての生産拠点になるのがインドだと思っております。ですから我々が以前中国に売ったようにインドにダイヤモンドワイヤを生産する需要が集積すると、だからインドであるというふうに考えております。以上お答えを申し上げました。じゃあ続けさせていただきます。いいですか。あ、はい。あ、じゃあ。はい。素朴な疑問なんですけど、はい、ワイヤー、ダイヤモンドワイヤーでインゴット、はい、いかないですよね、はい、切りますよね、はい、切った時にダイヤモンドワイヤーから切ると粒子が下に落ちるかどうなるか分かりませんけど、不純物がこんだけですごい溜まると思うんですよ。液体で切るのか全く分からないんですよ、うん、それの再利用とかいうのは何か。あのダイヤモンドのパウダーはほとんど落ちません。落ちないの。はい。で落ちずに摩耗して減っていきます。リサイクルしてどん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 。いえ、ですからもう使いようがないぐらいまでダイヤモンドパウダーが減っていきますんで、それから出てくるものをうんぬんというほど、でむしろ遊離塗流という方式が大量にその廃棄物が出ます。はいはいはい、ありがとうございます。じゃあ次で、まあ、ダイヤモンドワイヤーこういうふうな強みで、はい、今期は4億3000万円、ということを目指して、売上拡大についてまいります。はい。でゼオライトですけれども、まあ、用途に関しては非常に、多岐にわたっておりますが、前年は本当にこう例えば1キログラムぐらいあればほんのちょっとした研究室での実験はできます。で昔であれば大量の売り上げになるんでしょうが、我々非常に安くサンプルも提供しておりますので、1キロで仮に3万5万円したところで500万円、これはたくさんの研究機関で研究した成果でもこれぐらいであったと。本当はもうちょっと量産のための施策が進むと思っておったんですが、やっぱり今自動車でも大きなトラブルになるような品質ということに対する確認が本当にこう丁寧に行われているという状況であります。はい。で今どん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 新たなものが増えて、この1年でも新たな大手ユーザーから、いやこんなテーマもあるんだということで、まあ、そこら辺含めて、それと今まで進めてきたところはちょっと少量の量産施策等を行うということを含めて2000万円を見込んでおるところであります。はい。でビジョン2030をお伝えをします。2030年にこうなっていたい、こうなっていようというものを明確にお話をします。はい。結論から申し上げると、売上70億円まであと6年でありますが、そこまで持っていきます。でもう中身に関してはちょっと後で申し上げますが、それと営業利益率 10% 10% の営業利益、すなわち7億円の営業利益を出すということと、財務体質をそれによって改善をしていって、配当ができるような状況まで早く持っていきたいということであります。でそのための施策をしっかりと展開をしてまいります。はい。でまず特性付き事業でありますが、実はここの事業は一番儲かると今後思っております。というのは競合相手がどんどん廃業していってます。で廃業していってるところでどんどん新たな受注が来るということが実はもう始まっていっております。大廃業時代っていうのは、例えば東大阪なんかみんなそうですけれども、今まで、加工を支えていたサプライチェーンが崩壊をしていきます。でそのための受け皿になるということで、2030年までには20億円最低ここまで持っていこうと。
で今の工場は実は今のキャパシティというものがありまして、多分私は12-13億円ぐらいかな、場合によっては15億円まで、よっぽど外注とかうまく駆使すればだと思いますが、じゃあ20億円にするためにはということでいうと、どっかの貸し工場を借りてそこにまたチームを作るとかいうことで、20億円という売り上げを上げるための需要は間違いなくあるというぐらいに、我々の同業他社はどんどん廃業していきます。我々規模というわけではなく、例えば研磨をやるとか、もしくは何か放電加工をするとか切削加工をするとか、いろんなことを創業者、事業継承者がいなく、もうやめていくという候補は本当にもうたくさんあるということの受け皿にしっかりなって、20億円、ここは営業利益率 10% っていうよりももっと儲けないといけないというふうには思っております。はい。で、日本ノズルでありますけれども、ここはあんまり拡大というよりも、さっきまさにおっしゃっていただいたような新工場で、新工場実は一度ご覧にいただきたいぐらいで、もうここからこの端ぐらいの機械で五面加工機、我々はもう中に住むのかっていうぐらいに大きな加工機械を、五面加工機2台、それと同じこれよりも大きな検索板を1台、それと、やっぱりこれに近いような3次元測定器、でそれとフェムトビオレーザーという、まあ2億円近いようなレーザー加工機、これを、まあ、我々結果的に言うと半値で買った以下の金額で買えました。まあ、なぜかっていうと国の補助金をいただいた、で我々に頑張れというふうにおっしゃっていただいている、まあ、しかし我々も半分は投資したわけで、じゃあどこに出口を求めるかということで言えば、やっぱりフィルムの分野とか、でこれまで機械加工設備がなかったんで受注できなかったようなものとか、非常にともかく付加価値が高いものをどんどんここでやって第二工場の売上比率を上げていこうということと、装置を売るということに関して、実はコロナが始まる前の日本ノーズの売上高って12億7500万円でした、直前期は。でその翌期は30億円になりました。それは何かというと17億円ぐらい装置が売れたんです。でその次の期も30億円、これも装置が売れた。でその次はもう25億とか落ちましたけれども、やはり装置を売るということの、まあ、テクノロジーをつかんだということで、新たな装置の販売ということをここまでで見込んでいきたいということで、30億円を、まあ、見通していきたいと思っています。はい。でダイヤモンドワイヤーは基本設備投資をせずにできる範囲はこれぐらいだと。今もともと持ってたダイヤモンドワイヤー製造設備がありますんで、これがフル稼働をすることによって、まあ、10億円ぐらいまで持っていこうと、いうことで、基本は国内です。基本は国内ですが、海外も例えば台湾とかヨーロッパとか、実はもうダイヤモンドワイヤーメーカーがありません。我々以外に、中国以外にダイヤモンドワイヤーメーカーがもうない。ですからアメリカとかで、ダイヤモンドワイヤーの供給を必要とする分野に売っていこうと。ただし太陽電池はやりません。太陽電池はもう全く儲からないから、太陽電池の需要は装置を売ると。太陽電池以外の高付加価値のものはワイヤーを売ると、まあ、こういう戦略で進めていきたいと思います。はい。でゼオライトですが、これは10億円まで必達で持っていこうと。で実はもうなかなかボリューム感がわからないような分野でもあります。で例えばこれに採用されたら何トンとか、まあ、いろいろあるんですが、で多分その件数でいうと20件ぐらい引き合いがいろんな用途であります。でそれがまた件数が増えていってます。で増えていって、じゃあスモールスケールでいうと、例えば歯磨きなんかでいうとまだ小さい、まあ、年間ね1000万2000万というぐらいです。で化粧品とか、例えばそのネイルの一部に使われたと、これはまあもっと、でもその代わり単価は高いと。で今化粧品でハイドロキノンというので美白になるようなものも
サンプル出してますが、どうも結果良かったみたいで、第2次の今試作もやってますが、そこら辺は本当にニッチ分野ですから、メジャーな分野で接着剤とか車のとか半導体のとか言われた時のことはちょっと読み切れませんので、必達で2030年10億円というふうに置いております。でプラス PIP っていうのも置きました、右下に。これがタンパク質です。千葉大学と共同研究をして、研究は成功に終わりました。でこれを国内の関西の超有名大学と一緒に創薬研究というステップに進んでいきます。でそういうことが成功したら非常に大きな IR ができるというふうに考えております。特にまあ人の暮らしとかがんとか副作用とか、まあ、こんなものがキーワードになるような、まあ、サプライズな用途であります。はい、で関西万博に、まあ、出展をいたします。で、まあ、展示ゾーンはリボンチャレンジのゾーンで、基本はヘルスケアという分野になります。でじゃあどういったことを展示するのか。はい、基本的に国のプロジェクトでムーンショットプロジェクトっていうのがあります。そこでいうと窒素循環というのがあります。で窒素を循環するってどういう意味だということで言えば、アンモニアをスタートにしています。でアンモニアというのは体の中から排泄物で出てきます。で場合によっては人が死ぬような有毒な物質です。しかしアンモニアの中の NH3 なんですが、 N だけを見れば NH3 をじゃあ分解して N だけ引っ張り出せば、これは肥料になります。窒素、リン、カリという食物の育つ三大栄養素の一つが窒素です。でじゃあそのアンモニアから窒素を取り出してまた食物を成長させるために使おうが、これが窒素循環です。で窒素循環だけではなく、我々は CO2 削減ということもテーマに加えてこれを行います。でもみ殻が、我々から見たらもみ殻がスタートになります。もみ殻は稲作で出た米のもみ殻、ここは実はシリカ SIO2 が 20% 含まれております。ということで、昔のお百姓様は多分それを野焼きにしてまた埋め戻して土壌改良剤に使いました。でも今は野焼きは禁止をされていきます。なぜかっていうと熱を出して炭酸ガスが出るからです。でそのじゃあもみ殻が活用しようということで、もみ殻を我々は下に行くんですが、我々のゼオライトの技術を使って燻炭というちょっと蒸すということをやります。で蒸すは温度が比較的低いので、低エネルギーでできます。でなおかつゼオライトの技術でアルミを加えます。でそうするともみ殻の粉粉のやつが実はアンモニアを吸う吸着剤になります。でその吸着剤になったその黒い粉のようなもみ殻の蒸した炭のようなものを、例えば豚であったり牛であったり、その尿の溜まっているところへつけてあげます。そうするとそこからアンモニウムイオンを吸い取ります。でこの状態で今度は右上になりますが、肥料として稲作で使うということで、ここでもみ殻の再利用、なおかつここでは CO2 が減るということも、一つ効果だから、窒素の循環と CO2 の削減の両方の効果があります。だから我々はこの取り組みを大阪府から補助金をいただきました。それはカーボンニュートラル補助金であります。だからカーボン CO2 を減らすという効果と、尿から出てくるアンモニウムイオンを再利用するというこの一挙両得の、これを技術として発表をいたします。で実は今すでにもうやっておりまして、堺から出てきたもみ殻を
分担にして、実はこの堺の中にはあの牛が720頭いる酪農団地があります。酪農団地で牛が出てくる尿、それにつけたものがこのもみがら燻炭、これアルミのシリケート AS と言ってるんですが、それを大阪公立大学の農学部でまず小松菜の生育試験をしてもらいました。これ大丈夫でした。で今は稲作の現場で今稲を育ててるところです。でこの稲が今うまく育ってます。ということでそこからまた出てくるお米がどんな味がするのかとか、そういったことでこの技術がちゃんと実証されるということを今我々は確かめているところであります。でこの出来上がった技術をどうするのかいろいろあります。このテクノロジー全般は地球上で使えばいいので、この技術を世界に提案をしてそこでまあライセンシングを行うのかということもありますし、もし我々がその独特なこのシステムで、その燻炭アルミのシリケートという肥料を例えば国内のお米のブランド、例えば新明とか、もしくは酒蔵、酒蔵は自分のところの酒を作るのにその畑、田んぼを自前で持ってたりしますが、それはこの自然由来の肥料で作りましたというコンセプト、それを組み合わせてブランド化をするとか、まあ、いろんな選択肢はあると思いますが、まあ、こういう仕組みがうまく成立するということを今我々は発表もしてますし目指しておりますし、はい、次のページ、今最近新聞でこういうふうに日本物流新聞に掲載をされました。でR の時代ということで、まあ、エコなる時代ということで、これリサイクル、リユース、いろんなことがあります。で、もみ殻、このアルミのシリケートでっていうことで、3段目のところにちょっと太く、堺エコシステムという名前をつけます。で、この堺エコシステムというシステムで作られたもみ殻燻炭アルミのシリケート、でこれを世の中に売っていきたいと、技術として、でこれもできるだけ的確に IR をしたいというふうに思っております。ということでビジョン2030に関しても含めて、お話を、まあ、長時間いただいて恐縮でございましたがさせていただきました。ご質問がございましたらどうぞ。はい、お願いいたします。じゃあ、楽しい話がたくさんありました。ところでですね、車用って接着剤で25年の車に採用されるんだということを前年のこの場で断言されましたよね。はい。それが問い合わせをした結果、それは接着剤ではなくて電子部品の資材であったということで回答をいただきました。で、まあ、その風刺剤であってもいいんですが、この25年モデルに採用されるというふうにはっきり申され言われたことについては変わりはないんですか。じゃあお答えを申し上げます。25年モデルに採用されるということは我々接着剤メーカーからお聞きをしたことでありますので、そういう意味でそれが真実かどうかっていうので言うと真実だと思っております。で接着剤メーカーですので接着剤であるというふうに当然思っておりました。しかし結果で言うとポッティング剤という車の中に搭載をされる電子機器で、それを外部からの水分とかそういう影響を受けにくいようにこう上から垂らすようなものであるということを後から知りましたので、これは私どもの認識不足であります。まあ、しかし25年ということに関しては変わらないと思っておりましたが、実はある出来事がございました。で、これを私どもも現実知らないんですが、車メーカーはティア1というところにそのユニットなり機器を
購入を、まあ、発注をします。でここが我々でいうと B2B2B のユーザーなんですが、この、ティア1のメーカーが最初目指したことは、そのポッティング剤が今一社依存であるということで、複数社から買わないと量が足らないということであったりとか、サプライチェーンの安定のために、その今で言うとポッティング剤なんですが、複数社から購入をしたい。で我々のお客様、まあ、大手なんですが、そのじゃあ、まあ、一社依存の同じ剤、同じ機能を持つ剤を他から買いたい。でこれコンペになりました。でその3社のコンペの中で、今我々がゼオライト、ナノゼオライトを提供しているお客様も3社の1社でありました。この3社から1社が勝ち残って、この2社購買が成立するというストーリーを聞いておりました。でところが結果的に言うと、我々が販売をした接着剤メーカーのこの材料が想定外にいい機能を出したということを、半年ぐらい前に聞かされました。でじゃあそれ良かったんじゃないのかということで、じゃあ二社購買で、もう権利を得たんだと、勝ったんだというふうに思っていたんですが、いやもう一社購買にするということで、この従来の購入先の材と違うものの新たな立ち上げが始まるということで、実は2025年モデルという言葉が若干怪しく、ひょっとして要するにもうトータルの全てのラインナップをそれに切り替えるということになった場合、我々は量が増えるんで嬉しいんですけれども、その2025年ということに関して不確かさが出て、今今年いっぱいでそこの確認を行っているというので、実は半年ほどずれておりますというのが、その2025年モデルということに対して、実は我々今期の先期ですね、先期にはそこのもう少量施策が始まると思っていたのが、実はちょっと半年から1年だけ遅れるから待ってくれと言われて、今そこの確認行為を行っているところであります。ですから2025年モデルを否定されたわけではありませんが、評価は結果はよくって、むしろ想定したよりもよくって、将来的には有望ですけれども、短期的に2025年というところの時間軸で我々のものは買っていただけるかどうかに関してちょっと不確かさが出ております。これが真実でございます。最後のところのですね、はい、おっしゃったのは風刺剤ではなくて接着剤としての性能が非常に良かった、そういう意味ですか。ある面、車用途、風刺剤っていろんな分野でありますが、車用途の風刺剤、ポッティング剤はイコール風刺剤だと思いますので、用途は接着剤と思っていたのは違いました。それは我々に対しても明かされますので、接着剤メーカーからは何に使ってるのかは、ということで車用の風刺剤ということになります。これまで非常に理論的な説明をされて、接着剤として非常に性能が上がると、風刺剤ではなくて接着剤としての機能が非常に高くなる、まあ、そういう説明がありましたですね。でこの風刺剤というのは相手さんの要素があって、見通しがちょっと違ってたということで言うんですが、肝心のその接着剤用途での今後の見通し、非常に性能がいいというのは接着剤メーカーさんの評価でも上がっておったということですから、まあ、量的にも接着剤の分野が非常に大きいんだということをおっしゃってたと思います。これが今後どうなるかということを、風刺剤としても量的な期待値は変わりません。非常に大きいです。大面積を風刺しますん で接着剤としての評価も、接着剤メーカーも多々今評価いただいてますし、
接着剤としてのパフォーマンスの良さというのは、接着というのは例えば二液性のものであったら過強反応という反応が起こって接着がなされるんですが、その時に出るガスとか水分を吸着する、その機能を中に入れているということ自身は結果的にいい評価ばかりです。ただじゃあそれを入れてまで接着強度を上げるというコストパフォーマンスとの今評価になっております。で、自動車の場合には長期間の信頼性ということで、その材を入れることによってコストアップはしますけれども、やはり命と引き換えということだろうと思いますので、そこに売れるであろう期待値は全く変わっておりません。はい、いろいろすみません。それでですね、今回 の、 資料の中でナノライト、ゼオライトの量産開始に向けて製造現場における生産技術力と生産性の向上を図るというふうにお聞きになっています。で、この量産を開始する、はい、主たる目的は量産が決定しておるということでしょうけれども、具体的にどういう分野になりますか？どの分野がいつかっていうことに関してはお客様の最終発注なんですが、まあ、ある面で、継続的に買っていただいているお客さんというのは、さっきの歯磨きであるとか、ちょっとした銀の入った化粧品の材料であるとか、こういったところでありますが、お客さんとして今一番期待値の高いところはさっきの接着剤、ポッティング剤、ここが一番ボリュームはトンレベルの話ですんで、そこの採用に向けた生産の現場の効率化というのは一番そこは背景としては強い、一番量的な期待値が大きいのは車の風刺剤になります。はい、でそのために実は我々世界でオンリーワンの粉砕再結晶法というものをスモールスケールで作ることをラボで東大と一緒にやって、で実はラボのプラントが今マックセンター本社にあります。で本社で作れる月間の量っていうのはだいたい500キログラムぐらいで、500キログラムぐらいということで言うと、仮に2万円で売れたとしても1000万円という非常にスモールスケールになります。ですから我々数年前に4億円の投資をしてパイロットプラントというのを作りました。でここの生産キャパシティというのが実はまだ今仮に低い目に設定をしております。月に2トンとか 1.5 トンとか、でも我々ずっとそうなんですが、ダイヤモンドワイヤー生産設備ももう開発をするたびに同じ機械で作れるボリュームが増えてきてますんで、でボリュームが増えそうな前にその 1.5 トン2トンしかできないものを3トン4トンできるかもしれないと、ということで生産設備の有効活用をもとにした量産前準備をしたいと思ってます。はい、はい、でちょっと話題をね、対象を変えたいと思うんですが、ペロブスカイト、はい、これがコンソーシアム組合に入られた、はい、ということですが、これに関する IR が全く出ないんですよね。それで、ここ数日前かな、キャノンからペロブスカイトの新しい素材を開発したという日経に出ました。要はこれ その大きな弱点である寿命という点で2倍ないし3倍かな、それぐらい上げることができる素材だと。それは光を遮ることなく水分の侵入を防ぐというようなことを謳っておるのですが、このゼオールというのはそういう効果非常に期待できる分野だと思うんですよね。でそのこういうコンソーシアムに入って当然そういった情報というか取っかかりが掴んでおられるだろうと思うんですが、これに関する進捗について全くこう説明がないのでどうなっているのかなというのが一番知りたいです。
ペロブスカイトに関して組合に入って活動していることは事実でございます。東京大学の瀬川先生という日本の先端を走ってらっしゃる先生が特にこの材に関してご興味をお持ちで、自らのご研究に今取り組んでいただいておるということでありますし、この件については IR を出すタイミングというのは本当にもう最後の最後、途中経過では IR は多分出せないというぐらいに、例えば積水化学さんはもう本当にこうバリアを張っておられますし、どこかでもう我々が IR を出す時にはもう開発に成功して製品化しますという段階でしか出せないと思います。有機材料ですからペロブスカイト非常に水分に弱いと。で、実はこれ有機 EL の以前このゼオライトの開発の最初の頃は有機 EL テレビの風刺膜にこれを使おうというので評価をされてました。で、ところが有機 EL テレビのものづくりは日本からなくなってしまったということでその開発をもう終えたんですが、ああいうふうに単に画像を見るということよりも今はやっぱエネルギーとかそちらの方だと思いますんで、それゆえにあんまり余裕がないところでありましたが、こういう我々のような材の添加材のメーカーはそこにはおりませんので、役割を果たすべく組合に入らせていただいたと。IR に関しては本当に最後の最後まで多分出ないと思います。それぐらいにもう今極めてこの瀬川先生は日本国内にこだわっておられますんで、もう絶対に中国とか海外に技術は出さないということが中核となっている先生のポリシーですんで、我々もそれに従いたいと思います。このキヤノンが新たに出した新素材というのはこれは競合するものなのかどうなのかという点ではいかがですか。キヤノンの情報を十分に持ち合わせておりませんので何とも言えないものでありますが、我々が持っている材とはちょっと違うものだと思っております。ゼオライトっていうのはもう非常に単純なものですが280種類ぐらいありまして、その中の我々がやっているものというのはあくまでも、吸着性ですから水分の吸着 ですから何かをブロックするようなものではありません。で、吸着をしても例えば透明であるとかそういうようなことですので、キヤノンさんの表現からすると多分違うものだと思います。はい、はい、先ほど少し食品分野ということをおっしゃったと思うんですが、前年の話を記憶している範囲ではそのフィルムメーカーさんか食品メーカーさんか定かでないですけど、このメルカプタンを吸着するという話ですよね。で、これはコスト的にもクリアしているんだということをおっしゃったと思うんです。で、その分野というのはもうあと待つだけなんだというような雰囲気で伺ったと思うんですが、これが具体化する目処はいかがですか。食品分野において今評価が進んでいるのは大きくは2種類3種類あります。で、一番ハイエンドな高機能なものは、レトルト食品で、レトルト食品が長期間保存をします。で、その結果出てくるもので一番悪玉が硫化水素です。で、硫化水素を吸うというのはもともとある種のゼオライトが持ってる本当にこう特徴でありまして、で、これを今評価して、実はこれ今1年間評価がいりまして、半年をクリアをしているところが今一定の数おられます。で、それが評価をするして、材がいくらするかって分かってますんで、で、そのボリュームで入れた時に本当に硫化水素を吸うのか、
いうことに関して評価が OK になった時には採用されるお客様は一定のボリューム出てくると思います。しかしこれはハイエンドな、高い食品ですね、単価も。で、そうじゃないことに対しても我々実は展示会とかで発表しておりまして、我々その、まあ、要するにローエンド向け、例えばローエンドでも何と言えばいいか、例えばコーヒー豆の寿命を長くするということも今メーカーさんと一緒に取り組んでおります。でコーヒー豆の問題点というのは何かっていうと、一つは酸化によって豆が品質劣化をしていくこと、でどんどん CO2 のガスが出てきてバーッと袋が膨れてしまうこと、でただこれお金かけられませんということに関しては、そういうレベルに合わせた費用対効果のテクノロジーを今まさにご提案をしているところです。でこれは実は和菓子でなんか一番お困りになるのって、酸化防止剤って大体入ってますよね。で我々が今作ろうとしているのは、こういうフィルムで例えば和菓子の下にペタッと貼り付いているようなあの酸化防止剤をなくすと。でということはフィルムに酸素を吸着する機能を持たせる、で外部からは酸素が入らないようにバリア性を持たせるという実験も行っております。ただこれもコスト対費用対効果ですので、費用をかけない方法も今開発をして、食の分野っていうのはいろいろ積極的にアプローチをかけております。はい、はい、いろいろありがとうございます。他はいかがでしょうか。はい、何点かあるんですが、セシウム吸着不織布を国に完成したということで報告したっては聞いたんですけど、その後の、まあ、国からの反応というか何か起こりそうな感じがあるのかも一切ないのかというのを聞きたいのが一つだと、あと山前社に関してですが、本プランの計画っていうのは2030年度のその目標のどのタイミングで山前社の本プラン立ち上げることになるのか、まあ、それ以降なのかっていうのがあると、あと山前社の建設資機材の開発っていうのこともあったと思うんですが、その辺も、まあ、全然進んでないのか、何かいいものが、まあ、言えないけど開発中なのか、その辺が聞きたいのでお願いします。2点、まずセシウム吸着できる、不織布に単磁したゼオライトという構造を、我々、提案をして、でこれを大阪公立大学の中で、そういう放射能の吸着試験をできる、研究室がありますので、やってみました。そういったところ一定の成果がありました。吸着をしました。でしかしこれを採用するかどうかというのは国の判断になりますが、今のところ国からそれを採用するという判断は来ておりません。でなぜなら、セシウムを吸着するということだけではなく、これトリチウムを吸着するということがあればもっと爆発的にってあったと思うんですが、セシウムはすでに一定吸着をするということで、じゃあそれをもうさらに薄めてもう全く無害にするというよりも、もう放水という判断をされましたので、これに関してはセシウムの吸着用の不織布構造体という多分需要はないと思います。で山前社とのことですが、本プラントの建設ということを山前社と一緒にやるということにおいては今のところ考えておりません。当初は可能性の一つとして考えておりましたが、我々が今ラボプラントと本プラン、パイロットプラントにすでに投資をしてあります。でじゃあナノサイズゼオライトを自分たちで作って自分たちで売るのかというよりも、我々のテクノロジーを使ってお客さんが設備投資をしてくれて、我々が生産を受託するという方向性に切り替えようと思っております。でそのためには山前社と本プラントの建設を一緒にやるというテーマそのものが基本的にはないと考えております。
で開発ということに関しては開発を検討した時期もありましたが、あの土木工事とかいう分野でナノサイズゼオライトの活躍する領域はないというふうに判断をしましたので、開発はもう中止しております。以上でございます。他いかがでしょうか。はい、あの本当に長時間にわたりありがとうございました。あの様々ご関心をいただけたことを非常にあの嬉しく思っておりますし、あのご期待に添えるサプライズなチャレンジングな取り組みを、まあ、再開をしたいと、まあ、非常にちょっとあの皆さんにとっては暗い時期をご一緒していただいているのは本当に心苦しいばかりでありますが、極めてあの元気でありますんで、しかもやっていることに大きなやっぱり、まあ、賞賛あるものばかりであります。頑張って成果を出して、まあ、皆様にもサプライズを提供したいと思っております。それではあの本当に長時間にわたって、お付き合いをいただきましてありがとうございます。どうか今後ともよろしくお願いいたします。